もう決勝おめでとうございます。ありがとうございます。で短期でなかなかね他のメンバー盛り上がる中ですけども、そうですね、やっぱり一度にもみんなこだわりもあるし、はい、まあね、まあ、候補にならないようにと思ってずっと走ってたんで、はい、まあ、風もあったんでね、それがなんかプラスに働いたかなと思います。ただその一人で簡単に下げない、はい、こうインナー位置取りもやってましたし、そうですね、こう自分の中でリズム取りながらうまくかけられた感じだったんですか。そうですね、まあ、スプレーソしながらも余裕あったんでね、まだ縦に踏む余裕もあったんでね、はい、まあ、こういうのもねしっかり経験積んでやっていけばね、もっと成績も安定すると思うんで、まあ、今後もねそういうことをやっていきたいと思います。シビアな位置取ってましたもんね。 そうです ね、 やっぱね9番手だったら 3-3 なんてチャンスないんで、一発狙うにしても最低ね真ん中より前にいないとダメなんでね、そういう気持ちで走ったのが良かったのかなと思います。ちょっと準決の場合短期でしたけど、はい、まあ、中部勢もですね、やっぱこう人数的な部分もありますし、そうですね、ラインの厚みっていうのを今後に生かしていくには、そうですね、やっぱ2日目ね、やっぱ自分しか勝ち上がれなかったんで、そこも失敗もありましたし、そのせいでやっぱりこうやって自分がやっぱり苦しい思いすることになってるんで、はい、まあ、やっぱ勝ち上がりからねそういうところを意識して今後も走れたらなと思います。地元、去年の地元以来の、まあ、記念決勝ですか。そうですね、はい、久しぶりというか、はい、だんだんね早いリズムでこう乗れるようになってきてるんで、はい、まあ、こうやって常連になれればなと思います。確かに何ヶ月に1回じゃなくて、そうですね、あ、まあ、今回も乗ったかみたいなね、うん、まあ、周りからね当然あいつなら当然と思われるようなやっぱ選手にならないとね、お、たまたま乗ったなじゃなくてね、常連になれるようにこれからね、そうなるとね、まだ記念制覇っていうのも見えてこないんでね、乗らないことには取れないんで、はい、まあ、今後も、まあ、乗れるようにしたいと思います。はい、年齢を感じさせないレース期待してますんでそうですね、はい、気持ちだけはね若い子に負けないように頑張りたいと思います。ありがとうございます。じゃあまた、はい、待ってください。はい、ありがとうございます。